さあ続いては加藤清正の生涯を追っていきます。加藤清正公の像まで4キロ歩きます。やっぱり熊本といえば加藤清正ですよね。熊本という町を作り上げた、そして熊本城を建てたのが加藤清正です。だから清正あっての熊本なんですね。加藤清正は出身は熊本ではありません。1562年に名古屋で生まれます。で、11歳の時に縁あって豊臣秀吉に仕えます。体が大きくてめちゃくちゃ強かったんで、武士として期待されたんですね。そして秀吉は中国地方に遠征して毛利と戦います。そしたら本能寺の変が起こって、秀吉は急遽京都に戻って明智光秀を倒します。さらに静ヶ岳の戦いで柴田勝家を倒して信長の後継者争いを制するわけですが、この一連の戦いで清正は大活躍するんですね。その後、秀吉は九州をゲットします。そして、佐々正成という人が熊本を任されたんですが、政治でミスって一揆が起こっちゃうんですね。それで公認として清正と小西行長が熊本を半々で統治します。この一揆が起こったっていう場所を統治するなんて、どう考えても難しいですよね。しかし清正は政治手腕を発揮して農業や商業を盛り上げていきます。そして秀吉は朝鮮出兵を始めます。ここで対立が生まれます。清正は秀吉に従ってどんどん攻めに行きます。一方、こんな戦いやってらんないから、交渉して早く戦争を終わらせたいなーって考えてる人もいるんですね。それが小西行長、そして石田三成です。海外に行って戦争するなんて負担がでかすぎるんで、その気持ちもわかりますけどね。で、この意見が違う両者がどんどん対立していきます。この対立は秀吉が亡くなって、朝鮮から撤退しても続きます。そしてこれが関ヶ原の戦いに繋がってくるわけですね。徳川家康対石田三成ですよね。で、清正は石田三成と対立してましたから、家康側につくんですね。そして関ヶ原の戦いは家康側の勝利。小西行長が負けたんで、清正は熊本のもう半分も与えられ、熊本を丸々統治します。そして加藤清正といえば熊本城ですよね。もともとあった城を大改築して関ヶ原の戦い後の1606年に完成させています。当時は日本一の名城なんて言われていて、今も日本三名城の一つとされています。その熊本城の凄さが証明されたのが昨日やりました西南戦争ですね。政府軍が熊本城に籠城して西郷隆盛率いる薩摩軍が熊本城を攻めるんですけど、もう全く歯が立たなかったんですね。石垣をよじ登ろうとしても熊本城の石垣は武者返しと呼ばれる鉄壁の石垣になってるんです。これ最初は緩やかな傾斜なんで登れそうなんですよ。でも登るにつれてだんだん傾斜が急になるんですね。だから登るのは無理なんです。でも下から見ると傾斜が急になっていくようには見えないんで、ついつい登っちゃうんですね。で、薩摩軍もこの武者返しに跳ね返されたんです。薩摩軍は次に兵糧攻めに切り替えます。熊本城を包囲して食料が熊本城に届かないようにしました。しかしですね、熊本城は井戸が100箇所以上掘ってあったり、イチョウの木を植えてたり、畳が里芋の茎でできてたり、柱にかんぴょうを塗り込んでたり、ものすごくちゃんと備えてるんですね。だから兵糧攻めも不発に終わったんです。だからもう戦えば戦うほど薩摩軍にばっかり犠牲者が出るんです。我々は官軍に負けたのではない、清正に負けたんだ。西郷隆盛はこう言って熊本城攻略を諦めたんです。さあ、加藤清正公の像ですね。やっぱりね、熊本といえばこの人っていう感じですよね。さあ、じゃあ次行きましょう。じゃあまた市電を使って、熊本城に戻りたいと思います。桑水交差点です。13時10分発熊本市電 A 系統田崎橋行きで花畑町に向かいます。さあ、熊本城来ましたね。ここに清正もいますね。地震からの復興も進んで、今天守閣の中に入れるみたいなんでね、じゃあちょっと行ってきたいと思います。さあ、行ってきました、2016年にね地震があって、で2019年に僕一回熊本来てるんですけど、その時は天守入れなかったんですよね。もう近づくことすらできなくて、でもねこうして今は天守にもねしっかり入れましたからね、復興が進んでるっていう感じですよね。いや結構見応えがあってね、ちょっと長居しちゃいましたよ。さあということで、じゃあ次行きましょうか。